はい、今回はですね、こちらのカバン、なんて書いてある、ちょっとわかんないですけど、これがいい感じで色が抜けてきたと思いきや、やっぱりちょっと色が薄くなってるところは嫌だなということなので、こちらをまあ部分的にポイントを抑えながら、いい風に見せるような努力をしていきたいと思います。全体的にこういうムラっぽくなってたっていうことなんですけど、まあ、やっぱり色が薄くなっちゃったってお客様自身はおっしゃってたので、それをなんとか克服していきたいと思います。なんかもともとこういうツヤ感があるので、あまり派手に何かをやるのは得策ではないとは思うんですけど、このちょっと待ってくださいね、この靴じゃないわ、そこがね、やっぱりこうやって色が抜けてるみたいなので、ここはちょっと濃くしてほしいなというご希望なので、やってみたいと思います。はい、それではちょっとここはやっぱり全体の茶色に比べてすごい薄いということ、これはご依頼だったので、ここをちょっと色を染めていきたいと思います。で、なんかその別にどんな色をやってでもムラっぽさが出るので、まあ一般的なこのサフィールのブラウン、まあこれがこういうこのカバンベルルッティですかね、このカバンの元の色とも言われていますので、ちょっと効率的にこのスポンジで、で色が結構抜けてるので一気にもバトンっていきます。おお、びっくりした。いきます。筆塗りでもいいんですけど、こっちの方が多分破壊力あるので、でこうやってちょっとギュッと絞るとまだ残ってるので、その時にこういう傷がついたところ、分かりますかね、ここら辺をやっていきましょう。そのまま色がついたやつでやるとなんか濃くなっちゃうので、真っ黒に濃くなってます。まあ筆の方が伸びるんですけどね。いきますよ。これもうちょっとなんか水で薄めた方がなんか吹きムラ、こういうスポンジのムラっていうのが均一になるかなと思うんですけど、意外とね乾くとねムラになってないので、というかまあムラになっちゃうんですよ。ほら、もうできてきましたね。あと側面がここちょっと弱いので、こうやって全体のこの縁っこにはかなり黒い色がついてるんですけど、側面はこんな感じで、でこうですね。でボディの方でまあ気になるこういうシミっていうんですかね、あ、この辺りですね、こういった点々点ってありますかね、これ色飛びなんですけど、おそらくこれじゃ入らないと思いますけど、一応やってみましょうか。色入らないですね。入らない場合はちょっとこれより濃い色を使っていくんですけど、それがおかしくなっちゃう場合もありますのでね。ここはすごい綺麗じゃないですか。あ、もうちょっと濃い色でもいいんですけど、こことここの違いちょっと濃いですよね。ダークブラウン入れます。でもここはね結構薄いんですよね。ここが薄いので、いやでもここのボールペンの跡がやっぱり気になりますよね。ここをどうやってやっていきましょうかね。ダメ元でやってみます。やっぱり濃い色がいいかな。ここは。濃い色にしようか。そうすると持ち手もやりたくなっちゃいますよね。あー迷うな。でも濃いもんな。ちょっと待ってよ。こうやって見るとよくわかりますね、違いが。まあダークブラウンを持ってきました。ダークブラウンをささっと表面に塗って、おそらくダークブラウンにはならないと思うので、それを期待しましょう。はい、いきます。
うん、そんな濃くないですね。お、こっちの方が伸びる。本来ダークブラウンの色にするんだったらもうちょっと黒入れてもいいですね、混ぜる。でも今回ちょっと混ぜないので、うん、もうちょっと色の違い分かりますか。上がブラウン、こっちがダークブラウン、結構黒に近いんですけど、塗るとねそんなことないんですよね。じゃあ側面いきます。これね、まあ、こんなところですかね。思ったより濃くはなってないです。ちょっとムラをつけるためとパタパタ叩いてますね。パタパタパタ、こういうパタパタした染料が乾く時間が遅いことによって濃いとか薄いとか出るっていうのが狙いで、こうやってパタパタしてます。あとこのベルティの皮は結構薄いので、あんまりやりすぎちゃうと、これ中スウェードだと思うんですけど、中に染みちゃいます。あのご自分でもしやる方いたとかお店の方だったら、もっと濃くしてくれて依頼だったら黒を混ぜた方がいいかもしれないですね。黒を混ぜても絶対黒にはならないので、これはこんな感じですかね、うん、なんか塗ったところすごい綺麗に見えますね。よし、これでじゃあさっき言ってた、これ本当にボールペンの跡なのかな、やってみますか。はい、それでは皆さん、これがね、これはあのすぐできなかったら諦めましょう。このボールペンのここの線の跡、ちょうどこういうねシワが入ってるところでなんとなく馴染んじゃってるんですけど、これおそらくまあボールペンの跡ですね。ちょっとへこんでるので、これをまあへこんでるのをなるべくわからん、あ、こうやってあるとよくわかりますけど、お客さん知ってるかな。これを抜いていきたいとは思います。で、あまり深追いしないように、一つのやり方でダメだったらもう諦めます。ここですね、ちょっと手元でやらせてください、ごめんなさい。まあ、使うのはもうオキシドールのみです。オキシドールで、ちょんちょんやって、もし効果が出なかったら、諦めます。中に手を入れましょうか。ここね、なんかあのへこんでるからな、これが残ってる、これが影になるとちょっと嫌ですよね、もし抜けたとしても。お願いします。ビタビタに濡らしてもらいます。まあ、これでもボールペンのこの跡を消すっていうよりは、なんかこのへこみを消した方がいいかもしれないですね。でちょっと押さえますね。これちなみに左側からもギューッと押さえてます。あの全体的に濡らすっていうのも一つ方法ですけど、今回は、あ、今回でこのカバンの場合でもね、これ結構動きがあるというか柔らかいカバンなので、もっと柔らかくなっちゃう可能性があるっていうのと、正直そこまでの費用と時間がかけれるかっていう問題もありますので、ほら全然抜けてない全然抜けてないね。もうちょっと分かりやすいようにしましょうね。綿棒とかある方はそれでやってくださいね。でこういう風にしときましょう。でもう一回オキシしましょうか。オキシクリーンじゃないですよ、オキシドールですよ、人形の方で、あ、違うか。で今回はちょっと大きく取ってみましょうか。もうちょっと真っ黒にしたいですね。2回目だからすぐ真っ黒になりました。真っ黒、まあ、元の色も取れるとは思うんですけど、少しでもこっちに来てくれればありがとうって感じで。
よし、ここでやめとこう。少しこのボールペンがあったところの黒とこの皮の黒が変わらなくなったので、そこに押さえて反対側からも押してやります。こういう感じで。お客さんは気づいてないと思いますね、これは。めっちゃ茶色いですね。これ黒入れた方がいいかもしれないですね。ほらほら、なんかおかしいですかね。なんとなく綺麗すぎるって言っちゃ綺麗すぎますよね。これを抜いてる場合じゃなくなってきちゃったかもしれないな。はっ、全然抜けないやん。もっと強くしますよ。もう乾いてるかな。あ、こうやってやった方がいいかもしれないですね。ただごめんなさい、ちょっとここ茶色すぎますね。違う系統の色なんだよ。ちょっと黒入れよう。これオキシドール、ちょっと待っててください。乾く時間考えないといけないんで。いいね、黒だ。ベースブラック、ネイビーでもいいんですけど、もうこれ黒入れます。この時に黒になっちゃったじゃんってなるといけないんですけど、まあおそらくならないですよ。黒ね、ちょっともういいか。一気に黒くいきますよ。ほら、めっちゃ黒になっちゃった。え、やばい、めっちゃくめちゃくちゃダメ。あ、よいしょ、めっちゃ黒になっちゃった。と思うじゃないですか。こんなね、計算通りなんですよ。あと同じようにパンパンパン。これね、油というかこの染料、アルコール染料も入ってる、アルコールなんで、この色がファッと入って黒っぽく見えるんですよ。紫色みたいに見れるんですけど、これがね、必ず乾いてきますから、皆さん。意外と側面、さっきってなんかすごい綺麗な茶色でしたけど、意外とめちゃめちゃ黒くなってる。まあ、矛盾してますね、さっき言ってることと。まあいいですよ。とりあえず次に戻りましょう。むちゃくちゃ黒になっちゃってる。まあまあでもそういうこっちの方がおかしくないですからね。さあ、それでは戻ります。よし、ちょっと待ってくださいね。これ、あ、反対側か。このへこみをなんかどうにかしたいですね。ボールペンのね、へこみ、わざと見てますよ。ほら、黒落ちてきたでしょ。心なしか黒が浮いてきたと思うんですよ。まあそれはちょっと自然に任せよう。ここね、気にしてなかったらこのままいっちゃえばいいんですけど、まあ、最後にもう一回あがいてみましょうか。今度はこっちに直接つけます。オキシド、オキシをちょんちょんちょんで、ちょっともっと短く、あ、こっちに垂れてきちゃった。本当はこっちに映ってくれればベストなんですけど、映らないですね。で、皆さん、このオキシドールのそのこれ原液ですけど、乾いてる感じって分かりましたよね。結構乾きが早いんですよ。ただ今回はそんなに早くないと思います。もう今直接つけちゃってるんで、うん、やっぱり簡単に取れないですね。ちょっとこれ以上は深追いするといけないんでやめましょう。
この例えばですけどシンナーとかリムーバーとかここやるとおそらく染料を使ってリカバリーしないといけない、取れたとしてもね。今回ちょっと安易に簡単に取れればいいなと思ったんですけど、今回はこのままステイしましょう。ただこのへこみだけは直してあげたいな。このボールペンの跡がへこんでるんで、ほらめっちゃいい感じで馴染んできてると思いません？もう少し時間いるかもしれないですけど、よそっちの方がそっちっていうかこっちの方が良かったって感じですね。一回ちょっとカバン用のクリーム塗って、もうここも乾いたら仕上げでいいかな。こんな感じのメンテナンスをしています。それでは仕上げましょう。はい、こちらの感じでね、先ほど染めた底をね、カバンの底を染めた感じです。いい感じじゃないですか。色がね、統一感が取れていると言いますか。ただここのボールペンの跡はそのまま、もうそのままの君でいてという感じになっちゃいました。まあ、ご依頼があれば綺麗にしたかった、そしてご依頼がなくても綺麗にするっていうちょっと格好をつけたいと思ったんですけど、これちょっと取ったら多分ここら辺の色も全部やらないといけないっていうことになりそうだったので、まあそれはまたご依頼があるとき、もしくはご依頼が取れるときにやってみたいと思います。こんな感じで手直ししました。バックもね、あら、バックもやってますのでね、もし気になる方いたらお問い合わせいただけたらと思います。それではまた。